えーと今回なんですけれども沖縄だしそばつるっとした麺これトップバリューになってるんですけれどもイオンで購入してみました数量限定ということで購入したんですけれどもいど彩り具材のチャーシュー卵かまぼこネギ紅生姜、うがかつおだしスープということでこのような感じになってますでこのカップラーメンですけれども沖縄だしそば 73g 全体で麺が 60g あるタイプということですはいで麺は油揚げ麺というふうになっていて、えー、製造のところは東日本明星株式会社埼玉工場というふうになっていますトップバリューですねだいたいこの明星埼玉工場という感じだと思うんですけども、まあ、明星ですね明星の、はい、ものとなっています北海道は多分この埼玉で作ったのが ななんではないではいしょうか、はいまあ、こんな感じになってますえっ、ー、と中の様子ですけどもこんな感じですね麺は平打ちの麺になってると平打ち細麺っていう感じでしょうかであと粉こういう感じでスープ入っていてネギ卵チャーシューこんな感じで入ってますね紅生姜も入ってるとか入ってたのでこんな感じで具材は入っています えーとこんな感じで出来上がりました。チャーシュー、かまぼこ、ネギ、卵。で、生姜入ってるという感じですね。こういう具合。で、スープも見た目、この沖縄そばらしい、こういう感じで鰹つを出しきったような、この優しい感じのスープ、美味しそうです。それでは少し食べてみようかなと思います。 えと麺なんですけどまずあのよくあるカップ麺のうどんのような感じでこの平たい細麺の感じでつるっとした感じと程よい感じのもちもち感これで美味しいですねそしてだしなんですけどもやっぱりカツオメインのこのさっぱりとした感じあるんですけれども少しうーん塩味は強めかなって感じあるのでえっと線,より線と同じぐらい で今回入れたんですけれどももう少しお湯入れてもあの塩分は少し、えー、まろやかな感じで食べたいなという時はこう多めにお湯入れた方が美味しいかなと思いました、はい、ただ麺はですねこういう感じでつるっとした感じすごくいいので気に入りましたねうんこのスープにぴったりと合うような感じですで具材も結構卵とかいろいろありますしえっ、ー、と 紅ショが入っていることでこの風味とさっぱりとした感じありますのでこれがまたいいなっていう感じがありますはいこういう感じで美味しかったので、えー、とこれ期間限定のようなのでトップバリューの沖縄だしそばはい数量限定期間限定というか数量限定になってますので気になりましたら早めにですねイオンの方行って食べてみてください美味しかったです